ごきげんよう、高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年4月の30日日曜日です。先ほどカープ巨人戦試合が終了しました。まあ今日は心配でしたね。昨日ナイターはなんと恋悪夢のサヨナラ負けということで、まあ栗林の抑えがうまくいかなかった。そしてサヨナラ負けですからテンションが落ちましたよね。でも今日はいいことに、昨日は夜沈んだんですが、今日はデーゲームです。この東京ドームでデーゲーム、気分を変える、チャンネルを変える、逆境バネにチャンネルを変えてバッと勝利に向かうエネルギー、これは広島カープのファンの底力というのがドーッと後押しして、今日はカープは見違えるように変わりましたね。まさにマイナススパイラルから一気に逆転でプラスに変えましたね。これが今年の新井監督の広島カープです。これがカープのコーチ陣の力強さです。そして何よりカープファンの底力で、この逆境、サヨナラ負けをガッと受け止めて、今日のデーゲームにチャンネルを変えてバーッと爆発しましたね。いやー、なんと今日は爆発も爆発、11対4です。すっごいの爆発力ですね。やっぱり逆境をバネにいかに前に進むかというのが今年のカープのテーマです。これはいきました。そして今日は勝ち投手がアンダーソン。これ勝ち投手です。負け投手はBDというね、巨人の外人の選手です。そしてなんといっても今日は1回から松山が打つわ、2回はこの上本がホームランは打つわ、3回は悪山ホームラン、4回西川タイムリー。いやいやいや、6回はなんと秋山も打つ、マクブルームもホームランを打つ、一挙に5点。そして9回には磯村もホームラン、合計11点。いや、そして巨人も4点に抑えてですね、11対4の大勝になりました。いや、そしてですね、まあ今日負けたら借金が2つになりましたが、今日勝つことによって5割に戻しました。4月で、開幕から4月の終わり、今日4月30日4月の締めで5割です。まあ5割をキープしておけばね、優勝戦線に食い込みますからね。まあ4月終わりで5割いいでしょう。そして3位に浮上、この5月のまさに恋のぼりのこの時期にぐっと5割で踏みとどまった。これは大きいですね。いや、そしてカープのまあチームの明るさがバーンと、もう昨日のこの暗さからドーッと一気に大逆転の逆境バネにエネルギーを出した典型的な試合になったじゃありませんか。いや、カープ5月戦線、ますます期待が持てますよ。新井新監督もここでちょっと一息入れて、5月戦線に乗り出していこうじゃないですか。カープファンも今日のこの逆転を場面に応援した、この応援の力、これを5月に生かして、5月、これからがカープの恋のぼりの時期だ、恋の滝のぼり、いこうじゃありませんか。ごきげんよう。